これから苗木城の説明をしていきます。私たちの後ろに見える建物は苗木遠山資料館です。ここ苗木遠山資料館は国指定史跡苗木城跡のふもとに中世戦国時代から明治時代初期に至る長い苗木城の歴史的な資料を保存公開し調査研究に資することを目的に作られました。上の方に見えるのが苗木城跡です。そこから見える景色は季節ごとに変わり、春になると桜だけではなく皆さんも同時に見ることができ、とても綺麗です。この美しい景色が広がる苗木にぜひ来てください。加藤時間がある時間があるな、ね、いいよね。そうなの？音声うるせえ。喋っていいやな。いいよ。あ、いいね、いいね。これ疲れるルートか。これ絶対取ってくるね。絶対取らない。ああ、すごい人が来そうやね。だね。いいだろ。なんかさ、金田一さ、少年でさ、さきがさ、あのカメラ回してるやん、うん、じゃね、これじゃね。ああ、あれじゃん。金田一が怖くない？怖い？最初見てて君の天敵有岡があれだったっけ。有岡くんと、ね、これ知ったで、あの金田一さんにさ、うん、中国かなんかどっかの、うん、あーなんこの呪いやろ。あなるほど、名前覚えてないのなんかで、ね、あ、スピードあ、なんか一尺するとこう裏返るのやつ知ってる。どっか来たの。あ、バイバイって売る売る商売のことだよ。はいはい。お、電子カッターね、クリアした。映らないよ。すげえ、こっちの人からさ、ここが見えん、あそこが見えんかったらさ、あれを開けてこい。あれをあれ、ちょっと、そうどうせ早送りしちゃうもんです。あんま映らんので早送り使うのこれ。知らん。はい、疲れた。手回しちゃった。